移転前の演奏書籍色が、筑波市,市、地域中部をカバーする。筑波コミュニティ放送株式会社は、茨城県筑波市の一部地域を、放送対象地域として、超短波放送をする、特定地上機関放送事業者である。ラジオ筑波の愛称で、コミュニティ放送をしている。2008年開局。足立和隆筑波大学准教授の、 コミュニティ放送局設立の活動と、マスダワ純防災科学技術研究所研究員のミニ FM ボランティア団体、ラジオつくばが合流して、法人を設立、免許取得に至った。本社、演奏所は、つくば市あずまの隅ビルにある。サテライトスタジオの、千賀つくば、センタービル2階に、隣へスタジオが、隣へつくばすくえあくれを3階にある。送信所は、 つくば市天皇大のつくば大学総合研究ビーム棟にあり、放送局の呼び出し符号は、ジョズ参道 FM、呼び出し名称は、つくば FM、周波数 84.2MHz、空中線電力は 10W で、放送区域は、つくば市及び土浦市の各一部地域。研究学園都市、コミュニティケーブルサービスでは、同周波数で再送信している。 インターネット配信は、サイマルレディオによる。つくば市とは、災害にかかる、放送の要請に関する、協定書を締結している。24時間放送をしている。2008年2009年2011年2012年2013年2021年、つくばコミュニティ放送株式会社設立の経緯、ウェイバックマシーン AB 茨城県つくば市のコミュニティ。 放送局に免許国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト会社概要、ウェイバックマシン茨城県つくば市のコミュニティ、放送局に、予備免許国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクトハット AB コミュニティ、放送局の現状平成21年7月1日、現在引く、国立国会図書館ウェブ、アーカイビングプロジェクト東北地方太平洋、 沖地震にかかる、茨城県つくば市臨時災害放送局の解説について国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクトハット AB、報告、東日本大震災時の災害臨時放送局の運営についてウェイバックマシン、つくば市域防災計画第6編協定等、一覧 P291、今日マイナス1、1から、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、 ハットトピックス、マイナスウェイバックマシンハット AB トピックス、マイナスウェイバックマシン本社移転は、2013年3月10日、に昨日とある。クレオ3階から、オンエアラジオつくば、隣へスタジオ2021年8月10日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。